ここでメッセージを紹介します。青葉区のサニークーペさんからです。今回のテーマの夏、まず思い浮かんだのが仙台七夕ではなく愛媛県 JR 下灘駅の風景。他にも愛媛県には四国カルスト、今治市の石油工場の夜景など素敵なスポットがいっぱい。坪北さんのおすすめスポットもぜひ教えていただけたら嬉しいです、ということで。いや、サニークーペさん詳しいですね。まず JR 下灘駅は海の見える駅として有名なんです。あの、数々の映画やドラマのシーンでも使われてきたスポットです。そして四国カルスト、愛媛県と高知県にまたがるあの日本三大カルストの一つなんですよね。そして今治市の石油工場、これ知ってるのはすごいですね。あの、これはですね、国道196号沿いにある石油工場なんですけど、煙突からの炎がまた印象的で、もう工場の光の数がすごいんです。もう本当にきらびやかで、車で通るたびにうっとりとするんですよ。まあ、数々のおすすめスポットを挙げていただきましたが、私のおすすめスポット挙げるとすれば、やっぱり昼も夜も楽しめるスポットといえば、しまなみ海道、そして松山の道後温泉ですかね。しまなみ海道はお昼はサイクリングを楽しむことができますし、夜はしまなみ海道のライトアップを楽しむこともできます。そして道後温泉は昼は足湯巡りが私はおすすめです。いろんなところに足湯があるので、ゆっくり使って楽しむことができます。そして夜はノスタルジックな雰囲気で温かい懐かしい気持ちになれますよ。いや、サニークーペさん詳しいので、ぜひ今の状況が落ち着いたら愛媛県行ってみてほしいなと思います。サニークーペさんにもオリジナルグッズプレゼントいたします。さあ、続いてはこのコーナー。昔々のたまげた話、大白ストーリー。やってきました、大白ヒストリー。今日の語り手は私、熊谷博之と阿部美里です。よろしくお願いします。お願いします。このコーナーは仙台市大白区にまつわる昔話や伝説などを私たちケイチビアナウンサーが朗読するというコーナーです。はい、昔話から大白区の歴史をたどり、もっと大白区を好きになっていこうというものなんですよね。はい、はい、これまでも様々紹介してきましたが、今日は大白区の山にまつわる昔話です。はい、おでが森と亀が森という2つの山が喧嘩をしてしまうお話なんですね。そうですね。これおでが森というのは、はい、大白さんの別名です。はい、そして亀が森は、地元の方によりますと、はい、奥州三個が森と呼ばれている3つ並んだ山のうち、国道286号、笹谷街道沿い、はい、分かりやすく言うと山形方面に向かっていきますと、右側に見えるポコンポコンポコンと3つおむすびみたいな山ありますよね。 ありますね。あれの一番仙台側ということでイメージしてください。はい、はい、さあ、その2つの山が背の高さをめぐって喧嘩になるのですが、その決着のつけ方が熊谷さんも大好きなあの方法だったんです。うわ、あれか。あれが来ました。いやいや、では早速昔話から紐解きましょう。語り阿部美里、山役熊谷博之、おでが森と亀が森の喧嘩、始まり始まり。昔昔、山里を挟んで、おでが森と亀が森が背の高さのことで口喧嘩をしていた。亀が森が、おめえよりずっとずっと背が高いんだ。と言えば、おでが森も負けずに、そんなことはねえべや。俺の方がもっともっと高いんだって。と、お互いに譲らなかった。ある時、なら相撲で勝負だ、望むところだ、ということになった。
いざ相撲を取ってみると亀ヶ森の方が強く、おでが森が負けそうになった。はっ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 、うわっ、負けねえぞ。おでが森は力を振り絞り、肘を使って気合一発、と亀ヶ森の頭を落としてしまった。里人の話によれば、頭のなくなった亀ヶ森にはそれ以来頂上に雪が積もらなくなってしまった。今もその頭が亀ヶ森のふもとに落ちていると言われている。一方のおでが森も相撲の時に肘の部分が出っ張ってしまい、それ以来お互いに喧嘩をしなくなったそうである。はい、ずいぶん壮絶な戦いが、本当ですね、繰り広げられましたけれども、相撲で決着、これって結局どっちが勝ったっていうことなんですか？私が勝負を裁く行司の立場だったらですね、はい、おでが森って言って勝ち名乗り上げますね。あ、やっぱり頭が落ちたってことは負けということなんですね。そう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 、ということですね。はい、その肝心の背の高さについてなんですが、はい、おでが森とも呼ばれている太白山の標高は321メートル、はい、対して亀ヶ森は25年ほど前のデータなんですけど、標高324メートルほどとおでが森よりも3メートル高いだけ、はい、いい勝負だったんですよ ね。だから頭が落ちてちょうどよかったかもしれない。ただ続きがありまして、はい、亀ヶ森は良質な石がたくさん取れることから、山頂からどん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 毎年削られていってしまってるんです。小さくなったんだ。そうなんです。なのでずいぶん前に標高は300メートルを切ってしまったと。まあ、将来は消滅する山とも言われてるわけですけど、ちょっと悲しいね。そうですね、はい、ただ仙台発展の礎になったと思えばちょっとね、なんか貢献してる感じはあるんじゃないでしょうか。はい、まあ、今後は仲良くやってほしいなと思います。そうですね、はい、さて今日紹介した昔話なんですが、太白区役所の方から教わりました。こうして太白区にまつわる昔話をご存知の方は、ぜひ KHB のホームページ内にあります聞いてけど KHB のホームページからメッセージをお寄せください。お待ちしております。太白ヒストリー、熊谷博之と阿部美里でした。 FM 太白からお送りしている KHB のラジオ番組聞いてけろ KHB、 この番組では皆さんからのリクエストもお待ちしています。番組ホームページから送ってください。さあ、先ほどご紹介した今治市のお祭り音幕について補足させてください。音幕っていうのは、まあ、そもそもひらがなで書くんですけど、意味がめちゃくちゃとかいっぱいとか思いっきりという意味なんです。お祭りを思いっきり楽しんでもらおうという願いが込められているそうです。仙台では今仙台七夕祭りが開催されていますよね。皆さんも夏祭りの思い出などがあればホームページから送ってください。さあ、そろそろエンディングのお時間です。いやー、今回のトークテーマ夏でたくさんのメッセージをいただけて本当に嬉しかったです。そして私の地元ネタ満載の30分間になりましたが、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。さあ、次回の放送は8月21日土曜日昼12時からです。パーソナリティは藤井亮太アナウンサー。初めてのパーソナリティということでちょっと緊張していました。番組の感想やトークテーマ、音楽リクエストも募集しています。メッセージやリクエストを採用させていただいた方にはプレゼントもありますよ。最後までお付き合いいただきありがとうございました。お相手は KHB の坪北夏実でした。皆様、良い土曜日の午後をお過ごしください。